認定試験8級学典部門についてお話しします。まず学典部門ですけれども、こんなペーパー用紙です。じゃあ実際どんな内容についてテストしていくかっていうことをお話しします。まず鍵盤上のドレミが分かるということです。実際試験の中で鍵盤のここは何の音、そんな質問が出てきます。そして次は線管っていう五線の中でこれは線の音かな、管の音かな、そういうことを見つけていきます。線の中で順に上がるとか順に下がるっていう言葉と、じゃあ実際上がるっていうのは五線上でどうなるのかなっていうのを質問してるんですね。それに対して子どもがこれは上がってる下がってるっていうことが答えられるっていうことをチェックしています。ドレミという言葉なんですけれども、順にドレミと上に言えるかな。それがドからだけでなくてソの音、ファの音、いろんな音から順に上がって言えるかな、逆に下がって言えるかな。それからもう一つなんですけれど、一つ飛びで言えるかな、一つ飛びで下がって言えるかな、そういうことも質問しています。この3つの音を目印音、とても大事な音だよっていうことで子どもたちに覚えてほしいな、生徒さんに覚えてほしいなと思うんですけれども、大事なことはこの3つの音と鍵盤が結びついていることで、そういうようなことを、譜読みということでチェックしています。それからリズムなんですけれども、リズムは四分音符、それから四分九分、それから八分音符、2つつながった八分音符ですね。その3つのリズムっていうものが正確に打てるかな、そんな質問をしています。それらのものがこのペーパーの中で生徒たちはチャレンジします。どうぞ先生たちも一緒に取り組んでみてください。